3つとか結構安定してたんじゃない？なんかブレなかったんじゃない？ちょっと待って。あ、危ない。あんま溜まってないか。溜めれるだけ溜めたいなと。みんな眠いって言ってる。起きてください。起きて。結構ね、最初から見てくれてる人も、あ、いるんだね、うん、起きて。来たな、いろー。お、ロールレベル足りない、足りない。すごい寸止めを食らった気がする。嫌な予感がするとのことで。来るね。地面が動いてる。どこへ行く？どこへ行くんですか？上がってる。すごい。これね、すごいね。ゴアップ。ゴアップ。上に行く。ゴアップ。ゴちゃん。いやー。やばい、来た、なんか。来ましたよ。やってみますか？行きますか？作戦だ。野良作戦って言ってください。野良作戦でなんだ、わかんない。はい、わかんないけど、どけ。視聴者の皆さんも応援してくれてるんでね。ちょっと、行きます。この、いいね。誰だこれは。誰だ。はい、ナリトさん、いい判断だ。エンハンスをずっと、え、すごい。とりあえず固めてから、そう、ライフラーを使おうかな。うわ、何？フラワーは何？あ、やばいよ。バックして。これまだ召喚使えない。これ召喚使えない。使えない。さっきやったからね。なんて。まさかよね。いけ。これ足首。わあ、やばいねこれ。どうぞ。結局やっちゃってる。いや、いいよ。多分だってみんなこれボス戦で、こうもだってサクサクいきたいじゃん。死んじゃうよ。ホープくんが危ない。死ぬよ。出たよ、フラワースクリュー。あ、違う。フラワースクリュー来るかな。あ、感じ的に。あ、色が変わった。なんだ。ファイヤータイプか。バッファイ。来たよ。すごい削られるの。いけ。頑張れ。頑張る。頑張れ。貯めたいな。お、すごい打撃音がした。試作機、有意人者。なんか、機械なんだ、これ。フラワースクリューだからね。だよね。でもね、今までのね、ザコたちと違ってね、1回のブレイキじゃ多分倒せないから。もう今ゲージが減っちゃってるじゃん。私は祈ってる。真剣になってる、すごい。これだ、
これ気抜くとやられるもん。気抜くとやるかやられるか答えられる。いい判断だ。これはね、避けられないね。避けられない戦いが。こっちじゃん。誰やそんなこと言ったのは。違うでしょ。スピード取られたまってた。あんまり。でも順調に溜まってるよ、これゲージが足りたいところだね。うん、いけいけいけ。お、なんだ。わあ、やばい、やばいよ。一気に来たね、びっくりしちゃったよ、ね、やった感じがすごいする。あ、大丈夫かな。1回ブレイクいけるかな。なんかさ、ゲーム実況を見てるのもドキドキする。そうだね、やってる方もむしろ結構安心する、落ち着いてる感じは、うん、見てるとなんかちょっとそこそこそことか言いたくなるじゃん。ガヤガヤだよガヤガヤっちゃうんだけど、ほんと心配する。はぁ、なかなかの敵です ね、 硬い。出たよ、フラワーシールが来ました。カラの朝時は一回落ちてたな、ね、オープくんが心配ですからね。やっぱ SP 低い、でもさっきより上がってるよね。オーディまだってコメントしてたんだよ。で、その後にコメントでオーディは終わったよって聞いた。終わったとか言うなし、言わないでください。オーディは間違えちゃっただけなんだから。タイミング出番間違えないんです。流行り流行り、なんでなぜかね、なぜか出てきた。あれなんだろうね、こう引き渡す時に動いちゃったのかね、うん、もしかしたら。出てきたかったんだよな。もう勝つんだ、もう勝てる。まだ、まだですよ。気は抜けないでしょ。一回ブレイクしてくれて、うん、フラワースピリュートジャンジャンってやるやつ。あ、これだよ。そう、やだこれね、叩き落とす。やだね、いや、上出来だ。私手汗すごい今。出てからね。どうぞ。あ、そっちにしようかな。早速ね。レベルアップしたと噂のクリスタリウムさん。クリスタリウム様。さらなる成長が可能になりました。やばいやばい。成長しちゃう系だ。成長系女子だね。
いですね。これあれ、これでもちょっと今うまいこと思いついたよ。この変なこと言わんといてよ。あのね、言ってていい？無難だから女子力なんか待つほどでもないっていう感じどうよ。え、私でも結構なんか今仕留めた感があったんだけど、静かに下唇を食いしばってしまった。よし、あの光を追っていけば。そうです、ここでは光がキーワード。じゃあね、セーブしますね。はい、してます。はい、というわけで進んでいこうと思います。どうぞどうぞ、リオルさん、はい、いきます。これは何だ、何の中だ。13のメンバーが揃うのはね、だいぶ後ですね。やっと抜けたガプラピン、リガプラジュニー何だ、パルムポルムか違う人が入ってきた。家があるんだったな。はい、エストハイム邸でしょうかね。パルムポルムで家に寄ろう。嫌ですよ、ルシなんだし、父さんしかいないし。母さんのことを伝えてやれ。違うね、ここです。はい、静かだね。そうね緊張するね、静かだとね。今さ、うん、今やっと開始してから何時間だ。ルシ狩り作戦開始だ。ファング、狩れば終わるってのか。ファング、暑くなる。基本バニラと一緒にいる方です。あ、まあ後々ストーリーでいろいろ明かされていくので。はい、ファングって間違ってないよな。女の子、あ、ファングとスノーは仲は何か悪い。まあ今の状態では敵か味方かってか、あ、わかんないよね。全員敵ではない、もちろんだけど。いいね、今のいいね。セラ、セラを助けるつもりでファルシに乗り込んだのに助けられなかった。
ちい。集中、出撃だぞ。分かってるって。こういう流れです。牛狩りだろ。ルシを逃がすな。あの諸君、セラーちゃんがルシに取り込まれた。あのあれはな、まあ後で。うん、ごめん姉さん。もうセーブ多いね。覚えました、引っ越した。結構これ大事だから。大事だよ、うん。おや？おやおや？おやおや？もしかして？かわいいわ、ね、バニラアカンサンレス水郷。自然保護区ですよ。めっちゃ好きここ。これだね、これで、どこ行こうってんだ。さあさあって、そっちがずんずん行っちまうからついてきたのによ。いい匂いがしたから。はあ、なんかさ、そう、名言いっぱいあるね、これ。緑の匂い、いい匂いがしたからとかね。懐かしくない？普通だから。いい匂いがしたから名言じゃないでしょ。だってちょっと青臭いだけだな。後ろ行ってやたら決めつきやがるし。いい匂いがしたからって。ちょっとリアルでやってみて。運の船だな。あの方角だとバニアだから許されるからね。姉ちゃんたち、運の網にかかったか。どうするの？どうするって、今さらどうしようもよ。逃げよ、軍と逆の方へ。ってことは名曲来た。名曲ですよ。ノーチラスか。大好きこれ。あ、あの時のサッツは私のことなんて見えてなかったんだよね。みんな好きみたいだね、サイレンス水郷。あ、ピマの確認をしようかな。あ、私が、うん、トロフィーを獲得しました。でね、だいぶ CP が溜まってるんで。はいはい。あ、この子たちも上げていく感じで。もちろん全員上げないといけないので。バニラちゃんと戦えるの？全員戦えますよ。本当？うん、あの走ってるイメージしかなかった。わー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 ってね。あ、うん、あ、あった。よいしょ。そっか、でもバニラこの子もホープくんタイプなの？まあ魔法系。これミラーもあげなきゃかな。なるほど。おいよ。結構覚えるな、ちょっと。ヒーラーも見ようかな。あのアフロの人は銃なんだよね、確か。銃って武器が？武器が、うん、この子何？
見てたら面白いよ。ピョン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 するよ。抽象的。は、飛ぶの。ピャーンって伸びて。楽しみですね。出るかな。私が入れてるのかと思った。いや、皆さん大丈夫ですか。私は、あ、大丈夫です。はい、はい、皆さんニュースなどのニュースなどの詳しい正確な情報をお待ちください。キャスターか。それも全部おもてなしでしょ。どういうことやの。ちょ、言いたかったんだけど、どっかで使いたかったの、ずっと。電音と、はいはい、でもこの人基本攻撃しないと誰も攻撃する人いないんだよね。うーんってなってしまうんだけれど、物理も上げとかないとなと。とりあえず基本のエリアキャストぐらい覚えさせて。あお、ヒットポイントダメで。あ、クワイクだ。イエス、私好きだよクワイク。好みの話になった。うん、タイガーのタイヤ系の次にクエイクが好きなんだよ。私ね、レイズが好きで。仕事がみたいな、ね、死んだ後だから。グ、ん、なんだっけ、あのさ、闇系のやつあったよね。グラビ、グラビで、グラビでだ、重力がかっこいいよね、あれかっこいいな。はい、ちょっとね、長かったですが、とりあえず CP の振り分け終わったので、セーブを。 OK、 これで結構楽になるのかな。オプティマ決めてなかった。まあ大事じゃん、やりきったかったからね、今ね、超大事じゃん。先ほどの地震が、はい、福島で震度5強でしたので、はい、今、放送見られてる方で、危険だと感じた方はまあ、無理してご覧にならずに大丈夫ですので。確かに、本当に、はい、うん、安全を確保していただいて、はい、安全を確保した上で、ご覧になってください。はい、よろしくお願いします。はい、では引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。やっぱクエイク覚えたから。そこ、そこなんだ。絶対そうやった。ねー、ブラスター、アタッカー、ヒーラー、ブラスター、ブラスター、エルピス、うんうん、基本は、結構細かいね、やっぱり。うん、ね、あれ、まあ、どうしようかな。ヒーラーバス、ヒーラー特化、ジャマー、エンハンサー、ブルスト、特化使おうかな、ジャマー。違う、なかなかないパターンを。エンハンサーと、うん、ブラスターか。
渋い。おやまたち。ん？わ？ミオの野郎だ。はい。行きましょう。行きましょうか。行きましょう。かわいい。走り方がキュート、ね、絶対いい匂いするよ。いややん、これ私野菜すごい野菜好きだわ。ちょっと茹でよう。油断はなしだよ。茹でよう。茹でよう。マジだ。あー、なんかベジタブリアン、え、ベジタブリン、ベジタプリン、プリン。ありがとう。ちょっとさ、サッツは自分にやらないの。サッツはガッツをしてたよ、今。うん、ここまで慣れないな、この2人。ここで昼寝したいなって。したいよね、こんなね、のどかな場所で、うん、なんかあのハンモックとかやってしたい。プリンに襲われるかもしれんよ。こいつ。そしたら分かんない、スノーさんが来て助けてくれるっていうチャートもあるかもしれない。何やってんだろう。待って待って、作ってない。あ、作ってないわ。攻撃がないの。いや、ブラスデュアルフォースを作ってない。あら、まあすごい。何やの武器見てた、ちゃんと見て気にしてたでしょ。一番ちょっと今あのこうシュンシュンってやるとこしか見てなかった。使わないなって思ったのはこの辺なんで。邪魔は日本さ、邪魔と、うん、うん、まあでもいいや、一番下を。お二人はベジタリアン。え、そこ笑うとこですか。ちょっとちょっとちょっと。いや、だって私野菜あんま好きじゃない。私は肉タリアンです。私も肉なんです。だからあ、これどこか見て、こう、こういうやつ、こうシュッてシュッてね。カエルだよ。どうは、ありがとう。まだ順…場所覚えてない。あれ、これさっきともしかして全部変わってる系。もちろん。うわぁ、また大変だよ。さっきはね、ジャマーってなんか、あとね、ディフェンダーとかもあるからね。へぇ、パングとスノーがよく使われて、自分に攻撃をさせるように仕向けて、他いろいろ、まあ、かなり重要な役ではあるので。うわっ、って感じ。ここら辺今、序盤だから。ほんと、ちょっと覚えるわ、うん、じゃあ覚えつつ、あ、飛ぶんだ、これがね。飛ぶ。まっすぐ行って何もないかな。魔物さえいなければ、ピクニック日和なんだよ。ほんとだよ。いるんだよ。出たよ。どこ行っても同じです。油断はなしだよ。いいね。いや、かわいいね。何もあれ欲しい。武器の話かい。うん。しかもぜひ見てくださいね。え、ぜひぜひだよ。これも攻撃続いてる。うん、大丈夫だよ。あれ、大丈夫じゃない、あの、変えた方がいい。一個下、うん、一緒にやろう。すごい声だ。すいやー、声じゃなかった。ちょっと、すいやー、私なんか出てるの。よいしょよいしょよいしょ、すいやー。おかしいわ。おかしいよ。どうじゃん、負けられないから。どっちかっていうとこっちの方ができそうだもん。どうじゃん、負けられない。いや、難しいわ。ちょっとでも、バニラちゃんよりは近いものがあったよね。バニラちゃん、これバニラちゃんじゃない。そうだよね。
ちゃん。ルッチって同じ感じになるんだ。出たよ。元気元気。ルカイがいるかもしれねえんだ。ガキは無理すんな。はい。ちょっと時間経つのがすごい早くて、我々助けになっているのか果たしてどうか。でもボス倒したからさ、まあ言いたいね。うん7章までつなげたいっていう感じだったけど、今これ6だよ。6がね割と長いかった気がする。7から、7から見違える感じの敵の強さだった気が。ネベルさんと博士さんね、気合いでね、これ飛ばしてダメだよね。戦っていこうかな。練習練習。はーい。うわー、あーこれ痛いね。ねえ絶対痛いよ。マジでちょっと今どうしてなんだもん。プリンの気持ちになった。変えた変えた。オプティマチェンジ。これ？うん。奇襲かければプリンは一気に。あ。いいね。うん。会長会長。でもお。やっと来たよ、欲しい。ちょっと見てた今。見てた。ほんと楽やもん。なんで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 そんな言い方しかしないの。私結構頑張ってる今。欲しい5つの目指してるから、これちょっと13のプレイヤーになろうとしてる。なんさりげなく奇襲かけようとしてるね。痛い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 。一緒にやろう。おやぁ、音かわいいね。ポコポコポコ。美味しそうなはずなんだけど ねプリンって。これ絶対人参の味がする。人参かこれ、トマトか。いやまあ野菜だよ。トータルの野菜の味がする。野菜っぽい、青汁みたい。青汁は違うんじゃないかな。適当やん自分。そうだよ。ポコ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 。サポーター頑張ってよ。頑張ってる頑張ってる。ほらまたファイル来てる。なんかこう2人じゃないときついみたいな情報をもらって、しゃーなく友達おらんからリオで誘って、あ、もうおらんわ、暇なやつおるかなって。ちょっと私連絡先見て泣くよ、そんなの。泣くぜ。はい。なんでそんなこと言うの。リオルかだって今頑張ってるんだもん。茶番みたいなの出てくる。茶番だよ。茶番だよ。セーブしようか。セーブだよ、セーブだよ。いやでもね、友達探すのって本当にね難しい、ね、やめてよこれ。本当やめてそれ。本当に2人じゃないときついって言われてさ。いやいやいや、あのね、友達探して、友達っていうワードが私の中でちょっと、ね、誰かいないかな、大変なので。でもいろいろ連絡先見て、うん、うわ友達いないわと思って。え待って、いや嬉しいよ、いない中から私選んでくれたのは嬉しいけど、私だっていないもん。実はもっといない。いやいるけど。それってうちらは何ですか、何ですか。ちょっとちゃんと、危ない危ない危ない。死んじゃう。回復しつついきましょう。これだ、これだ、今ので。これだ。一緒にやろう。ちょっとかっこいいね。ちょっとなんでも悔や、ほら見ろ、ほらどうですか皆さん。今適当にやったら5個だっただけやろ。違う違う、狙ってたから全部ここまで全部計算してるから。台本全部台本、自作台本。計算になってるよね。なんだろう、危ない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 、本当に。下手したらまたオーディン出てきちゃう。不安、出てこない。オーディン出てこない。オーディンはライトニング専属の。これは誰かいるの。それがなんですね、この絵の途中で、バニーさんの
え、バニラが召喚されるの？バニラが召喚されるの？まあなんか、まあ進めばわかりますよ。本当？怒るよ。でもこれで本当になんかバニラさんもう一人出てきたらないわ。びっくりしちゃう。あ、ほらもう私なんかブレイクの達人みたいな。どうしよう、溜まりやすい。いやはい。どうですかこれ。え、さっきどうですか。まだ序盤なんで。ちょっと今胸張りたいよ。胸張る。はよはよはよ。なんで時間は待ってくれないんだから。分かったよ、行きますよ。後ろから後ろから。大豊作じゃん。大豊作だ。今の名言だわ。使おうかね、ちょっとね。プリン見たら大豊作。大豊作。はい。いいこと思いついた。いいこと思いついた。やっぱバニラみたいなトーンで、うん、その話すと出たよ、うん、何言って、それ周りが明るくなるよね。確かにね、それはあるよ。こういうちょっときついトゲのある感じじゃなくて、ちょっとじゃあ頑張る。今から頑張ろうか、うん、喋るよ。どう喋るよ。私もなんか今切り替えようか迷っちゃった。大変だったよ、私の中の誰かが。ガキは無理する。いやでも本当にバニラちゃんみたいに会いたいな。なりたいって思ったらなれない。いや、なって見せる。物欲センター働く。そこで来るんだ。よいしょ。でもさ、うん、なんかさ、装飾系じゃん。野菜ってことは、うん、女子ってさ、装飾と肉食どっちがいいんだろうね。あー、でも最近ほら装飾系男子が増えてきたっていう言うからね、うん、なんか肉食女子じゃないと実らないものもあるんじゃないですか。大豊作にならない。大豊作だ、ここで使う。はいよ。ほら見ろ、ブレイクの達人だよ。ブレイクベテラン。やからプリン溜まりやすいの。だってプリンだもん。だってプリンしか出てこないんだもん。どっちかっていうと私も大豊作だから。すごい使いやすいのさ。大豊作いい。案外すごい使いやすい。便利ワード発見した。ではそれじゃあ、だからばプロキオン。いやどっちも読めてなかったよ。読めた。本当？ちょっと矢印の方向かってくださいね。何してんの？なんか戻れないんだけど。あ、戻れた。こっち？逆？いや大丈夫です。ねえ、そっちです。こっちだよね。誰だこれ。あなたですか。見落としがちなルートがありそう。あ、なんか出たよ。お、スマホ OK ですね、うん、もうこれでゴリ押ししたらいけるんだろうな。今はいけるかもね、うん、いいね、今の。元気出るね、バニラ、うん、元気出る。一昨日おいでって感じ。使おうか。使うよ。ほら、うん、それ言うのもって感じになってきたよ。そう。ちょっとね、なんかもういいかなと。後ろ檻の向こうに赤いの溜まってるじゃん。あ、これは、あ、何これ。踊ってたね。踊ってたよ。不便ね。力合わせてやっつけよう。やっつけよう。なかなか強い。みんな元気？起きてる？起きてる？あ、やばいやばい、ロケットしてたら。戦いに集中してください。はい、任せてください。わかりました、わかりました。ここで
あのリスタートとかになったらちょっと辛いんで。はい。任せてください。ダッカー！リスタンバイト！えい！はい。なんで、なんか今すごい言いたそうだったけど。全然？本当？ここに宝箱あるからね。はい。はい。取るよ。はい。維新の心、維持の心。で、これも好きになったらここでカメラ変えれるから。左ですね。はい。お、なんか道が開けてきた？来た。ねえ、あ、すごい綺麗。お、サッツのこと聞いてもいい？え？家族は？息子が一人な。へえ、結婚してるんだ。していた、だな。頑張って帰ろ。子供が待ってるんだから。朝ごはんの時間だ。マジで？なんとかなるって。ルシマびっくりした。普通にごめんね、うまいこと返せなかった。もう会えないよ。ちょっと私もルシだから、うん、サッツはルシでも戦闘で体力使った。お父さんでしょ。ね、確かにだな。ねえ、その子の名前は？ちゃうよ。お、かわいい。曲めっちゃかわいい。どっち？ん？どっち？昔の？まあ、解説。花火に願い事か。何頼んだ？ちっちゃい時の友達って。息子です。息子ちゃん元気ないもん。ずっと元気ないよ。だから早くいっぱいいっぱい元気になりますようにって。これも可愛いね。空どうだ。お願いが叶ったぞ。うん。父ちゃんも願い事だ。なになに？ああ、父ちゃんだけの秘密だな。秘密主義だね。極秘だよ。あ、かわいい。誰？誰でしょう。わ、サッツ？お、大丈夫？おう、しっかりしてよ、お父さん。行こ。すごいライトニング。ガキに気使わせるなんてな。何歳？ダメ親父もいいとこだ。え？二つしてだけど、数えるんだったら多分同いです。違うわ。いや、年上でも。この先に現れるスケールビーストは強敵です。なんだと？二人で立ち向かうのは非常に困難でしょう。はい。しかし動きは鈍いのでバトルせずに回避できます。ほうほうほう。敵が強すぎると判断した戦いを避けるのもテクニックです。全ての敵とバトルするだけではなく、時には敵を回避してバトルを避けることもしましょうらしいですね。はい。ということで、早速出てくる気がするので逃げていく？はい、逃げるスタンスで。ちょっと気になるよね、どんなもんかっていう。いや、それはもうでかいんでしょう。ほんと、いや、そんな言って絶対ちっちゃいよ。どう考えてもでかかった。いや、絶対ちっちゃいよ、そんな。だって言ってね、だってその分かりやすい振りやめてって言ってるで。
あ、小さいわ。これほらじゃない。やめようよ、ほんとに。やめよ。大きくいて欲しかった。絶対大きかったじゃん、今の私の流れ的に。ここ…さっって…来てる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 。早く行って早く行って。いや、だって反対やもん。え、マジかよ。走るんだ走るんだ。あの女の子の走りを見せるんだ。あ、ちょっと危ない危ない、足くじいちゃう。景色を眺める場合じゃねえが、ちょっとは息抜きしねえとよ。ライブラスコープいいねこれね。イエス。あ、ちっちゃいのがいるね。どうしたの今。え、いや、なんだろうな、誰だろうと思って。やっぱ思うよね、あれね。後ろ向かないかな。突っ込んでったよ、彼。行け、行く、行くのだ、あやたん。ほらほら、僕ら、うん、でもあやたんさ、ここでもし1つ出せなかったら何で動いてる。いや何だってさっきの。ちょっと変わってるからです。え、変わってないから、一緒だから。いや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 、一緒だよ。怒りますよ。いや、怒らないでよ。どうだか。大丈夫大丈夫、一走者が。なんだとどうかなどうかな。私本当に今なんかすごいドヤ顔。いやー、綺麗だね。本当綺麗だね。でこのさ、モンスターたちは何も悪いことしてないよね。うん、思うに。なんかあのプリみたいなのはそう襲ってくるけど、この子たち踊ってるだけだもん。楽しそうにね。なんかかわいそうになってきちゃった、ちょっと。もうですごい可愛いよ、足見て、あれステップ。いやー、グレムリン、めっちゃ可愛い。ジャキの翼。ジャキ、ほら、たくさんいる。かわいいんだけど、一個欲しい。一個欲しい。なんかでも一個持ってったらすごいみんなついてきそうだな。あの、ね、足のステップしながら。絶対かわいいんだけど。仲間が仲間が。めっちゃかわいい。襲ってくるよこいつ。いや、でも可愛いよこれ。あのさ、こう止まってる時の足の2ステップが可愛い。ちょん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 。超可愛い。間違えちゃった。死んじゃうよ。四つ星だ。死ぬかな。いや、死な、し、あ、死にそうかも。おやおや、ちょっとさ、私にちょっとプレイングさせてもらっていいですか。どうしたんですか。行きますよ。三つ星になっちゃった。ちょっと下がってきてんじゃん。大丈夫。大丈夫っす。私がじゃあ、あやたんの代わりに三つ星取るね。ジャンプジャンプジャンプ。お、びっくりマーク。イベントですね。いや、来たね。来たよ。足綺麗。ほんと綺麗。若さだね。若さだよ。お疲れだね。寝不足かな。今の私たちに言われてる気分だよ、ちょっと。そりゃそうか。若い娘と一緒だと気になって眠れないよね。
すまねえな。一休みさせてくれ。見ちゃうね。見ちゃう。かわいい、マジで。これ一匹欲しいよね。ルシになってから、いろいろあったじゃない？私だって、これでも悩んでるんだけどさ。これからどうなるかわからなくても絶対見ないよ今。夢くらい見てもいいよね。でも全力で突っ込もうと待ってたからよかった。なんか全然待ってもいいよね。それじゃなくてよかった。チョコボ食べたい。ここを抜けたら夢の街に落ちる。わけわかんないけど、どうしたのどうしたの。なんか困っちゃう。かわいい。かわいいわ。なんであそこが巣なんだろうね。そりゃご主人様の匂いがたくさん。ちょっとやめよう。ちょっとなんか汚いからそれを。かわいい。転がってた。あれ、サツ？いや。あ、でもいつもできるかもしれない。行くよ。うん。どうすんのこの空気。スタジオの始まっちゃったからちょうどよかったね。あ、またイベントじゃんこれ。サッツ。脅かすな。どうしたの？まあ、考え事だ。抱え込んじゃダメだよ。ルシになったのはサッツのせいじゃないんだから。どんじゃな。ね。俺の息子はルシなんだ。衝撃の事実がこの後ね続くの。あ、政府のファルシを見たいっつうからエネルギープラントの見学ツアーに連れてったんだ。え、売れれ嫌げにチョコボのヒナを買ってやろうと思ってちょっと目を離した隙にあいつは一人で施設に入っちまって。お、このシーン。ドチー、ちょっと黙ろっか。ちょっとね、あなたがいいかな。あ、どっち？どこだ？どこにいる？どっち？おい、どうした？どっち？父ちゃん。もう大丈夫だ。怪我はないか？痛いところないか？なんだこれ？ファルスの奴らがプラントに忍び込んで政府のファルシを襲ったらしい。ファルシは身を守ろうとして居合わせたドッジを武士にした。ドッジは政府のファルシに選ばれて武士になった。俺たちファルスの武士はドッジの敵だ。それからドッジはサイコムに保護されて次から次へと検査検査。それでも正確な使命ははっきりしなくてよ。ファルスの奴らを探すんだか倒すんだか、どっちにしろおのおののね、あんなガキには土台無理な話だった。っ、ね、で成し遂げられないと。ルシにされたドッジはファルスの力を感じ取れるみたいだな。遺跡のファルシを見つけたのもドッジなんだ。ルシにされたら使命があってそれは分からないんだけど、戦う力は何一つね。まあそのどんどん変わっていくんだよね。だからよ、刻印がパージ列車に乗り込んだってわけさ。その使命を成し遂げないとルシになっちゃう。ドッジの使命はパルスのファルシを破壊することじゃねえかと思ってな。ドッジの代わりに使命を果たそうとしてこのざまよ。ドッジの使命がファルシの破壊なら
今頃クリスタルかもな。でもパルスのルシを始末するって使命なら俺たちが死なねえと死骸ってことだ。殺すの？ニッチもサッチもだ。こいつは生きろってよ。私の一位としてよし、行きますよ。はい。あー、行くぞ。何のテンション。ちょっと分かんなくなってきたんだもん。だってっセーブするよ。はい、セーブするよ。さあ、そろそろ3時のおやつの時間ですが、や飲み物とか大丈夫ですか？待ってた、待ってた、待ってました。待ってたよ。なんかありました？何が？あ、いい？いいよ、いくよ。はい、なんでしょう。お茶かお水か、紙コップになるんですけど、ソフトドリンクとコーヒーぐらいは用意します。うん、ソフトドリンクで。ソフトドリンク。ミーティュー。ソフトドリンク、はい。じゃあ、ソフトドリンク、どんなんがあります？紅茶かオレンジ。オレンジで。オレンジお願いします。私もじゃあ、じゃあオレンジ2丁入ります。はい、はい。あと、軽食でおにぎりとかサンドイッチとかもあるんですけど、お米が欲しいです。お米、はい、私サンドイッチ。お米とパン。 なんでちょっと抜かれてんの私。お米が良くなかった。お米が良くなかった。なんかすみません。米ラーです。米ラー。じゃあ米とパンをお願いします。やったー。なんか13章までいける気がする。いけるね。だっていけるよ本当に。どうですか、順調ですか？順調です。いい感じだよね。うん、割とでも頑張ってると思うんだよ。だ、ね、なんか結構コメントでもサクサクだなっていう。あ、本当に。どうですか？なんとか熊五郎よりサクサクかな。うん、どうだろう。鮭なんとかさんよりサクサクかもしれないですね。鮭取りなんとか。鮭取りなんとか。ありがとうございます。Thank you。鍋を振らせる。これこの状態でも進めてっちゃっていいのかな。え、すいません。あ、進めます。え、雨に浮かれて出てきやがったか。いやー、可愛らしい魔物ちゃんだぜ。じゃ先にあやたんがご飯食べててよ。いやありがたす。ありがとうございます。ありがたす。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと読んでね。はい、チュートリアル。このエリアの天候を操り雨を降らせる装置です。装置を操作するとこぼしそう。雨を降らしたり止めたりすることができます。雨が降ると雨が苦手なモンスターは隠れ、私パンだから、あ、そっか。すいません。別の種類のモンスターが出現しますってことです。あーが天気の天候変えていけばいいのかな。そうなんだ。ちょっとやってみよう。お、晴れた。で、晴れるとこれで、例えばすごい強そうなの出てきたね。うん、それはダメだね。じゃあ雨にしてみる、もう一回。すごい音が怖い。いただきます。